さて、発声練習でもやろうかな。寝転がって、口を閉じた状態で、と言います。ただ、というよりも、という感じで、自分の体の中に響いてくる感じを探します。そして自分の体の中に響くと、それは部屋の中にもよく響く。部屋の中によく響く声っていうのは、舞台用の声といいますか、よく通る声のはずなので、そういうことを意識して、部屋の真ん中に寝転がっています。と言うてるだけでは声にならないので、と言いながら少しずつ、口を開けて、声に変えていきます。という感じです。正直言いまして、僕はもう何年も発声練習をしていないので、多分発声練習動画の割にはあまりうまいことできていないんですが、回数を繰り返せばちょっとは良くなるはずです。もしかしたら次もまた動画でやるかもしれません。そう。
舞台上でもちろんこんなセリフの言い方はしませんが、が、に変わりまして、これが、あいうえおとか、かきくけおとかに変わってもらいます。実際にセリフを言う場合は、もちろんそのセリフらしい言い方をしますけど、まあ、言葉の基本として、空気と音と、まあ、口の形みたいなのがあるわけで、発声の基礎的な練習では、そのあたりを確認します。もうちょっとで終わります。アメンボ赤いなあいうえお、内子に小エビも泳いでる、柿の木、栗の木、柿くけこ、キツツキコツコツ、枯れけやき、ささげに巣をかけ、さしすせそ、その魚を浅瀬で刺しました。なんていう、まあ、演劇関係者がよく言いがちな、アメンボの歌なの、アメンボの歌なんてのも、やったりします。まだ全部覚えてるはずですが、そのうち忘れてしまうかもしれません。そんなわけで、自分の部屋でできる発声練習動画でした。まあ、これは動画を撮影するために、ちょっと大きな声でやってるところがあるんですが、まあ、小さな声でも部屋に響く感じとかは違うと思いますので、歌とか演劇とか何か声に関することをやられている方、もしくはやりたいと思っている人は、家でできる練習法があるということの紹介でした。それではまたお会いしましょう。